子先生と学ぶ鏡は。私の決め台詞これよっていうの決め台詞あれじゃないですか、あの自分のいつも大事にしている言葉みたいなやつね。座右の銘、座右の銘でいいです。ちょっと違います。もう違うけどいいや。部屋の乱れは心の乱れ。あなたにとってダイビングとは。
それはどんな気分？目の前にある今戻れるとしたら何歳に戻りたい？5歳ぐらいに戻りたいです。戻って何する？なんかもうちょっと小さい頃からなんかバレーボールだったらバレーボール一つのもうちょっと昔からやってたスポーツ選手になりたいんだよね。そうですね。じゃあ人生で一番嬉しかったことは？一番嬉しかったこと？なんだろう。好き。絵を描くのはまあ好きです、ね。まあ好きです、はい。弾ける楽器は、楽器ウクレレですかね。習ってるんで。今度じゃあ後で弾いてもらってもいいですか。あ、うん、もちろん。テンション上がるのはどんな時？テンション上がる、新作の映画が出た時。なってみたいキャラクターは？なってみたいキャラクター、なんだろう、キャラクターか。あ、最近あの鬼滅の刃って流行ってる、呼び出したんで、炭治郎になってみたい。炭治郎なんだ、辛い道選ぶね。そうですね、確かに。そうですね、はい、一つ願いが叶うなら、一つ願いが叶うなら、世界一周。世界一周。理想の先生ってどんな感じ？理想の先生、うん、先生の話、何ですか、聞いてても、お話を聞いてても飽きない飽きない先生。飽きない先生。暇つぶしによくやることは？暇つぶしにやること、 YouTube 見ること。 YouTube 見る、はいはい。よく使うアプリは？よく使うアプリ、YouTube、 はい。小さい頃の夢は？5歳で諦めたイルカのお姉さん。イルカのお姉さん。5歳。5歳で諦めました。理想の告白は？理想の告白、ストレートの告白。好きです。そうです、ね。じゃあ最近笑った出来事は？最近笑った出来事なんかありましたね。何がありましたっけ？ヒカルさん、エイチさん。エイチさんでしたっけ？あれだ。ビンゴの時のとってもいいお返事をいただいた H さんの、はい、さん瞬間です、はい。ストレス発散法は？ストレス発散法、映画を見る。映画を見る、はい。ダイビング中に歌が聴けるとしたら？あ、聴いちゃう。な、何を？聞かない。じゃあダイビングでやってみたいことは？ダイビングでやってみたいこと、なんだろう、ダンゴウオを永遠に追いかけてみたい。あの何ですか、あの時期、あの
もう消えちゃうみたいな。ダンゴウオの時期が終わるっていう後のダンゴウオを追いかけてみたいですって。どうなるのか。どうなるのか、はい。釣りの経験はありますか。ありますあります。どんな魚釣りましたか。イサキ。イサキ。イワシ。イワシ。はい。シマアジ。シマアジ。アジ。アジ。サバ。葉山の海水なんで笑った。切ったな。葉山の海産物でおすすめは、海藻じゃないですか。やっぱ海藻、わかめとかひじきとか、はい、まあ、それを食べてるで他のやつ美味しいです。まあ、海藻です。これからの時期の楽しみは、これからの時期やっぱダンゴウオじゃないですか。あ、これ海の話ですか。何でもいいです。あ、まあ、海の話しましょう。ダンゴウオとかじゃないですか。あと海牛とか。お風呂でどこから洗い始める。頭。頭、はい。どうして、どうして、うん、頭、なんか体先で洗ってから頭洗うと、そのせっかく体洗ったりする頭のシャンプーをこう流してるとまたこう汚れがついている気がしてならないんで、頭洗って体洗ってすっきり。すっきり、はい。朝は弱い。朝は冬は弱いです。夏は強いです。好きな遊園地は、ディズニーランドでいいですか。ディズニーランド。好きな乗り物は、はい、乗り物、あ、シーだ、間違えた。ディズニーシーなんですけど、タートルトーク。タートルトーク、はい。どんなやつだっけ。あれです、前アガベにカメさん出てきて、クジラさんってやつです。ついつい買ってしまうもの。ついつい買ってしまうもの、映画のチケット。1日何時間に変更したい。あ、すごい長くしたいですよ。あと12時間プラス欲しいです。36時間欲しいです。長いな。足りないんですね。結構運はいい。運いいと思うんです。いいよ。いいと思います。はい。じゃあいよいよ最後の質問です。はい、葉山の魅力を一言で。葉山の魅力、山もあって海もあって自然が豊富で、いいところです。手振ってください。なんかいるのかと思いました。怖かった今。夜の水面に壁があったのは僕たち。退屈毎日、日は昇り沈むけど